支店さんのお勤めが終わりました。皆さんお元気ですか？知ったか TV の知ったかです。黒支店さんに触手を食べられてしまい、ハゲハゲだったハタゴさんですが、黒支店さんを説教部屋行きにして1ヶ月半、だいぶふさふさの触手に戻ってくれました。支店さん、そして皮膚気愛護さんに続かれまくり、ガリガリの瀕死状態だった知ったか会唯一の SPS 花野菜さんまで復活し始めました。産後が元気になるとウキウキしちゃいます。でも黒支店さんを反省しているのかは分かりませんが、やっぱり狭い隔離箱に閉じ込めておくのはかわいそうです。隔離箱も結構汚れやすく水ぼらしいですし、隔離箱の影となるスタコの開きもいまいちです。黒支店さん、してはいけない罪を犯しましたが、もう釈放してあげたいです。私はこの黒支店さんが大好きなのです。でも釈放するとまたハタゴさんを食べてしまうかもしれません。この隔離期間、何度も食べてはダメだよ、ハタゴさんに近づいてはダメだよと伝えてはいたのですが、この子は過去にも約束破りをしてきたやんちゃ坊主です。そこで別の方法も考えました。本来イソギンチャクを守るのは熊野美さんの役目です。この矯正の教科書に書いてあります。でもうちの子はペアではないからか、全くハタゴさんを守る意識がありません。黒支店さんの襲撃があっても傍観しているどころか、お茶でもお出ししそうな勢いでした。それは違うよ、隠れさん、あなたのハタゴさんはあなたが守らないと。教科書も見せながらこの意識改革を隔離中にみっちりと実施しました。そして先日いよいよ黒支店さんを釈放することにしました。ハタゴさんの行方、そして初対面となる乙女ベラさんとの相性も気になるところです。出口を開放してからしばらくすると、恐る恐る代わりに自分の泳ぎの速さを見せつけることになったようです。すごい速さです、乙女ベラさん。東北新幹線のように見えてきました。でも乙女ベラさんと黒支店さんは特に喧嘩などの問題はなさそうです。しばらくするとハタゴ
坊さんの方へ行きました。そしてあれほどダメと言ったのに、やはり触手をちぎって食べちゃいました。クソガキめ。でもそれを境に隠れさんの態度が一変しました。黒視点さんに対してあっち行けを始めたのです。黒視点さんを完全に把握して絶対に近づかせないようにしています。次回の知ったか TV でお会いしましょう。 Stay tuned。